こんにちは、まりまりチャンネルです。今日はフライパンを使わないお弁当を2日分紹介していきたいと思います。で、前回の動画で卵が高くて買えないよって話したんですけど、結局あの後300円で卵を購入しました。値上がりに負けずに頑張っていきましょうということで、今回は卵をいつも電子レンジでチンしてるんですけど、今回はトースターで焼いていきたいと思います。で、トースターで焼くと、なんだろう、キッシュみたいな感じになります。キッシュあんまりあれです、いまいちよく分かってないけど、見た目がキッシュになれます。で、この時全然買い物とか行ってなくて、野菜がなくてほうれん草だけになっちゃってました。で、こんな感じで焼いてます。で、ほうれん草は前に茹でてたのを冷凍して置いてたんですけど、水分が結構出るので拭いてきます。で、かつお節とだし醤油入れて完成です。で、あと今日は前日にホイコーローを作ってたので、それの残りを詰めていきます。で、こんな感じで卵も出来上がりました。これベーコンじゃなくても他の野菜とかでやっても美味しいと思います。それこそほうれん草とか、あとキノコは前入れたけどあんまり美味しくなかったです。それはキノコ類をお弁当に入れるとちょっとなんか臭いくて、個人的にはあんまり好きじゃないです。お弁当に詰めれるキノコ料理あればぜひ教えてください。で、思ったより卵がでかくて入るかなと思ったんですけど、無理やり詰めたら入りました。で、1日目はこれで完成です。はい。で、2日目は前日に唐揚げとあと白身フライを揚げたので、それをトースターで焼いていきます。白身フライじゃなくてアジフライでした。で、フライ系は業務スーパーで買ってます。あれは冷めても美味しいのでおすすめです。で、今日の卵はですね、ハムエッグみたいな感じで、それのベーコン版をしようと思って初めてやってみたんですけど、意外とうまくできました。これでハムがない人にもベーコンでも代用できるのでおすすめです。で、ラップして電子レンジでチンするんですけど、何分やったかは忘れちゃいました。こんな感じでね、中に火が通ってればできてますので。で、この日も野菜がないので冷凍ほうれん草を使います。で、この日はナムルみたいな感じで、鶏ガラと塩コショウと醤油、あとはこれめちゃくちゃごま油入れちゃって、つい声が出ました。で、ちょっと拭いたんですけど、こんな感じでテカテカになってしまいました。で、このベーコンエッグをこう縦に切るか横に切るかっていう戦争なんですけど、結局ハムに沿って、横に切ることになったみたいです。縦だったらベーコン剥がれちゃうので、これが正解ですね。で、断面もまあいいんじゃないでしょうか。で、この日はタッパーに詰めるっていうことでおにぎりをしました。ごま塩おにぎりです。最近おにぎり用で冷凍保存をしてます。朝本当に時間ない時でも
これチンして食べれるので便利です。で最後にほうれん草を詰めていきます。でこのトマトのカップ赤くていいですよね。彩りはカップで補っていきましょう。ってことで完成しました。見てくださってありがとうございました。また見てください。バイバーイ。